皆さんこんにちはフルート講師の星野美奈美ですレッスンが休校になって2ヶ月とちょっとが経ちました皆様いかがお過ごしでしょうか私は自分の音を録音して客観的に聞いてみたり音を重ねて取れるアプリを利用して遊んでみたりしています音が出せる環境にある方は昔の曲を引っ張り出してきてみて吹いてみてもいいと思います 前にできなかったところがふとできていたり、新しい見方でフレーズが吹けたりするので、自分の成長が感じられておすすめです。フルートが吹けない環境にある方は、曲をたくさん聴きましょう。自分が好きな曲はもちろん、新しいジャンルの曲に挑戦してみるのもいいかもしれません。好きの幅が広がります。次のフルートの挑戦曲にしてもいいですね。 それではまた皆さんと笑顔でお会いできる日を願っております。